1>, 1. 昼前8時5分。農場の顔文部の農夫部屋は雪からの反射で白光がいっぱいでした。真ん中の大きな釜からは湯根が盛んに立ち、農夫たちはもう食事も済んで、キャハンの巻いたり、わら靴の履いたり、働きに出る支度のしていました。2はカニ戸が開いて赤いケットでこされたシャツの着た若い血色のいい男がわひってきました。 みんなは一んにそっちのみました。その男は黄色なゴムの長靴の履いて足のきちんと揃えてまっすぐに立っていました。農夫町の宮野目さんはどなたですか俺だ。かがんでろに靴下の乾かしていたせいの低い犬の毛皮の着た農夫が腰の伸ばして立ち上がりました。何か妖怪。 私は今事務所からこちらで働けらけと言われてやって参りました。農夫長は頷きました。そうか。ちょうどいいところだった。昨夜はどこへ泊まった。事務所へ泊まりました。そうか。ちょうどよかった。この人について行ってくれ。君の脱穀のしているんだ。機械は8時半から動くからな。 今からすぐ行くんだ農夫長は隣でキャハンの巻いている顔の真っ赤な農夫の刺しました。承知しました。みんなはそれっきり黙って支度しました。赤シャツはみんなの支度する間、入り口にまっすぐに立って部屋の中の見間はしていましたが、ふと部屋の正面にかけてある丸い柱時計の見上げました。そのダイヤルは青白くて、ツルツル光って、 医者にも破来の上等らしく、どこでも見たことのないようなものでした。赤シャツはウの上げて自分の腕時計の見て何気なく低くつぶやきました。あいつは15分進んでいるな。それから腕時計のリューズの引っ張って針の直さとしました。そしたらさっきから支度ができて珍しそうにこの新しい農夫の近くに立ってその様子の見ていた子供の百姓がにわかに薬と笑い惹ました。 するとどういうわけかみんなもどっと笑ったのです。一斉にその青白い美しい時計のダイヤルの見上げながら、赤シャツはすっかりドキマにしてしまいました。そして決まりの悪いのの軽く足踏みなどのしてごまかしながらみんなの支度のできるのの待っていました。に、昼前12時。る、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 る。 脱穀機は小屋やそこら中の雪それから隙と掘った冷たいから気の震わせてば張り続けました。小屋の天井に登った人たちは機械の上の方からどんどん乾いた黄身の輪振り込みました。それはたちまち機械の中で綺麗な黄色の黒粒と白い細長いシントに分かれて機械の両側に落ちてくるのでした。 今朝来たばかりの赤シャツの農夫は、シャベルで落ちてくる小粒のシャクって向こうに投げ出していました。それはもう黄色の小山の作っていたのです。二人の農夫は次から次とせはしく落ちてくる芯の集めて、小屋の後ろの菊室に運びました。ほこりはいっぱいに立ち、昼近くの日光は四つの窓から四本の青い棒になって小屋の中に落ちました。 赤シャツの農夫はすっかりチリにまみれ、しきりに汗のふきました。にわかにピタッとトウモロコシの粒の落ちてくるのが止まりました。それからもう四粒ばかりポロポロっと転がってきたと思うと、あとは機械ばかりまるで今までと違った楽なような音の立てながらまはり続けました。亡くなったな。赤シャツの農夫はつぶやいて、もう一度シャツの袖でひた火の脱ぐ日、胸の裸で脱穀小屋の戸口に立ちました。 これで昼だ。天井でも叫んでいます。ル、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 ル。機械はやっぱり凍った畑や牧草地の雪の震わせてまはっています。タココ小屋のひさしの下に貯蔵庫から君のそりの引いてきた2匹の馬が首の血だれて黙って立って飲ました。赤シャツの農夫は馬に近寄って首の平手で戦おうとしました。 その時、向こうのノーフヘアの後ろの雪の高みの上に建てられた高い柱の上の小さな鐘が前後に揺れ出し音はカラン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 と美しく雪の渡ってきました。今までじっと立っていた馬は、この時一緒に首の姉、いかにも綺麗に歩調の踏んで馬屋の方へ歩き出し、空の反りは一人でに馬について雪の滑っていきました。 赤シャツの農夫は少し笑ってそれ飲みを送っていましたが、ふと思い出したように右手の上げて自分の腕時計を飲みました。そして不思議サウに、今度は合っているな、とつぶやきました。3. 昼妃先0時50分。昼の食事が済んでから、みんなは農夫部屋の日の囲んでしばらく休んで飲ました。 炭火はチラチラ青いほのほのだし、窓ガラスからは潤んだ白い雲がガもカッと痛い,いような真っ青な空のあてなく流れていくのが見えました。お前、国はどこだ農府町は石炭箱に腰掛けて両手の火に炙りながら今朝来た赤シャツに尋ねました。福島です。前はどこに乗ったね六原に乗りました。 どうして向こうのやめたんだい。一ペンクにへ帰りましてね、あそこも陰気で嫌だから今度はこっちへ来たんです。そうかい。六ハラにのたんじゃ馬は使いへるだらあな。使えます。いつまでこっちに乗るつもりだい。ずっと飲ますよ。そうか。農夫調は黙ってしまいました。 一人の農夫が兵隊の古く板をのぬぎながら入ってきました。馬長は帰っているかいまだ帰らないよ。そうか。時計がガチッとなりました。あのあの白いツルツルの瀬戸でできているらしい立派なダイヤルの時計です。さあ時期一時だ、みんな仕事に行ってくれ。農夫長が言いました。 赤シャツの農夫はまたこっそりと自分の腕時計飲みました。確かに腕時計は1時5分前なのにその大きな時計は1時20分前でした。農夫長は時期1時だと言いい時計も確かにがちっとなり、それに針は20分前、今朝は進んでさっきは合皮、今度は15分遅れている赤シャツはぼんやりダイヤルのみていました。見分かに誰かがクスクス笑いしました。 みんなは続いてどっと笑いました。すっかり今朝の通りです。赤シャツの農夫は決まり悪さうに急いでとの開けて脱穀小屋の方へ行きました。後ではまだみんなの気の良さそうな笑い声に混じって、あいつはなかなか気取ってるな。時計ばかり苦にしてるよ。というような声が聞こえました。四。 日暮れからすっかり雪になりました。外ではチラ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 雪が降っています。農夫部屋には稲妻明かりが明るくつき、火は真っ赤に起こりました。赤シャツの農夫は炉のそばの土間にオートの藁の一束敷いて、その上に足の投げ出して座り、小さな手帳に何か書き込んでいました。みんなは本部へ行ったり、 停車場まで酒の飲みに行ったりして部屋にはただ4人だけでした。1月10日、君脱国と赤シャツは手帳に書きました。今夜積もるぞ。一尺は積もるな。大尺の湯で熊また取れたってな。そうか。今年は二匹目だな。その時です。 あのあのじろい美しい柱時計がガン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 6時の打ちました。藁の上の若い農夫はぎょっとしました。そして急いで自分の腕時計の調べて、それからまるで食費込むように向こうの怪しい時計の見つめました。腕時計も6時、柱時計の音も6時なのにその針は5時45分です。今度は遅れたのです。さっき仕事の終わって帰った時は十分進んでいました。 さあ、今だ。赤シャツの農夫は黙って針の睨みつけました。二人のロバタの百姓たちは、それの見てまた面白さうに笑ったのです。さあ、その時です。今まで5時50分の差していた長い針がにわかに稲妻のように飛んで、一んに6時15分のところまで来てピタッと止まりました。なんだ、この時計、針のネジが緩んでるんだ。 赤シャツのノーフは大声で叫んで立ち上がりました。みんなももう一度笑いました。赤シャツのノーフは窓口に登って時計の蓋の開き、針のガタガタ動かしてみてから番に書いてある小さな字の読みました。この時計上等だな。足りせいだ。針が緩んだんだ。ノーフは針の上のねじの回しました。修繕したのか むな時計屋にのたな。どのそばの年取った農夫が言いました。若い農夫は、もう一度自分の腕時計に柱時計の針の合わせて、安心したように蓋のしめ、どんと土間に跳ね降りました。外では雪がコン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 降り、酒の飲みに出かけた人たちも停車場まで行くのはやめたらと思われたのです。